ビニー・カリウタはイタリア系アメリカ人のドラマー。ロサンゼルスを拠点に活動中。ローリングストーン氏の選ぶ歴史上最も偉大な100人のドラマーにおいて14位。ペンシルベニア州ブラウンズビル出身。子供の頃からドラムセットで遊び、14歳の時に両親からフルセットを送られ、本格的にドラマーを目指す道を歩み始めた。 ボストンのバークリー音楽院で1年間学ぶ。この時代、当時ビックバンドに所属していたドラマーのスティーブ・スミスと出会っている。ビニーとスティーブは、ゲイリー・ジェイフィーの講義を懸命に受けたり、シンバルの広報について夜遅くまで語り合うなど、熱心な学生だった。卒業後は住まいをロサンゼルスに移し、ラウンジのバンドなどで演奏しながら、家庭を得つつ、経験を積んだ。 1978年22歳の時にフランク・ザッパのオーディションを受け、その演奏の困難さでは悪名高い課題曲、ザ・ブラック・ページを見事に演奏し合格した。各知ってビニーはメインドラマーとしてライブやレコーディングでの有力メンバーとなった。この時代、彼はザッパのアルバム3作でドラムを叩いているが、どれもが驚くべき内容だと多くのドラマーが認め、特に アルバム、ジョーのガレージのそれは1993年のモダンドラマー誌においてドラム演奏ベスト25に選出されるほどのものだった。フランクからも後年の自伝においてビニーのプレイをバンド歴代ドラマーで最高のものと綴っている。ファイブピースバンドでケニー・ギャレットと演奏するカリウタフランク・ザッパの元を独立してからはジノバ・ネリ、ジョニー・ミッチェル、バーブ・ナ・ストライ・サンド、 サンディアンド・ジュニアや、チャカ・カーンなどから、ハテは、メガデスまで、多彩なミュージシャンとの仕事をこなす。一方で、ジャズ界でも八面六臂の活躍を見せ、チック・コリア、ジミー・ハ・スリップ、クイーン・シー・ジョーンズ、バディリッチのビッグバンドやビューエル・ナイトリンガーラとも、共演している。2005年には、ポール・アンカのヒットアルバム、ロック・スウィングにも参加している。1990年ビニーは、 スティングの募集に応じ、アルバム、ソウル刑事発表後のライブツアーに参加する。スティングのバンド加入は、その後7年間に及び、レコーディングにはそれ以上の期間加わった。1996年にはスティングに帯同する、形で、イングリッシュジャムで演奏し、その模様は、ジョン・マクラフリンのアルバム、ザ・プロミスに収められている。2003年、スティングのアルバム、 セイクレットラブのセッションに参加した縁で同アルバムのプロモーションライブに出演したがワールドツアーへの誘いは断っている。1994年には自身の名を冠したソロアルバムを制作した。しかしながらセッションミュージシャンとしての要請が相変わらず多く、また映画音楽の制作やテレビ、ラジオなどの音楽担当を数え切れず任されていることもあって、 それ以後はなかなか発表されなかった。ビニーは、モダンドラマーマガジン誌の読者投票で選出される、ドラマーオブザイヤーに通算18度選ばれ、うち10回は、ベストオーバーオールカテゴリーでの受賞を含んでいる。1996年には、現代ドラム奏者の殿堂入りし、今を生きる、最も重要なドラマーと評された。直近のビニーは、フェイスヒルのレコーディングやツアーへの参加。 ジェフベックの公演でバックを務める傍ら、数多いミュージシャンのセッションなど、相変わらず多忙なスケジュールをこなしている。人知・連盟アルバムジョニー・ミッチェル・トム・スコット・スティング・フランク、ザッパ・ソノタ。ありがとうございます。